斉藤隆は、宮城県仙台市若林区出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。野球解説者。現役時代は、日本プロ野球で2球団、メジャーリーグで5球団に在籍。MLB のロサンゼルスドジャースへ在籍した時期には、当時のチームメイトであったマットケンプから、サミーという愛称をつけられていた。現役引退後の2016年には、 MLB のサンディエゴパドレスでインターンとして編成業務に従事。2017年から2019年まで同級団のベースボールオペレーションアドバイザー兼パシフィックリムアドバイザー2020年に NPB の東京ヤクルトスワローズで一軍投手コーチを務めた。4歳上の長兄、2歳上の時兄とも東北高校への在学中に公式野球部で 甲子園球場の全国大会出場を経験していた影響で時計の板戸を越え仙台市立南小泉中学校から進学。進学当初の同部の先輩に佐々木和弘と笠井実がいた。3年時の1987年には5番一塁手として第69回全国高等学校野球選手権大会に出場。 三兄弟通算5回目の甲子園大会出場も、成し遂げると、智弁和歌山高校との1回戦で2安打を放ったが、帝京高校との2回戦で、芝草空にノーヒットのオーランを起死した。高校卒業後に、地元の東北福祉大学へ進学。当初は、内野手として、仙台六大学野球のリーグ戦に出場していたが、2年次に、投球練習で遊んでいた姿を監督の伊藤。 吉弘が目撃したことをきっかけに、伊藤の勧めで本格的に投手に転向。3年時の1990年に開催された第20回日米大学野球選手権大会で日本代表の救援投手として登板するなど、大学球界を代表する即球派投手にまで成長した。在学中のチームメイトには、佐々木をはじめ、矢野洋大、金本智明、 浜名千尋、大塚浩治など、卒業後に NPB で活躍する選手が揃っていた。1991年の NPB ドラフト会議一巡目で、横浜対応ホエールズと中日ドラゴンズから、超福祉命。抽選で交渉権を獲得した対応に、契約金1億円、年俸900万円という条件で入団した。東北福祉大学からは2年前の佐々木に次ぐ、 ドラフト1位入団で、背番号は11同期入団の選手に、三浦大輔や長池康夫などがいる。1992年、即戦力として期待され、プロ初登板を果たすが、未勝利に終わる。1993年、開幕ローテーションには入れなかったが、ほどなく先発ローテーションに定着し規定投球回をクリアする。 新人王有資格者中最多の発祥を挙げたが、伊藤敏人に敗れて新人王を逃した。1994年、レギュラーシーズンでの公式戦初登板から91回に3連続非本塁打例を記録するなど好成績を残したほか、オールスターゲームにセントラルリーグの監督推薦選手として初めて出場した。先発投手としては、 高等しながら勝負どころで決定打を許すことが多く、チームトップの9勝を挙げた一方で、リーグ最多の12敗をマーク。6月24日の対読売ジャイアンツ戦では1、失点関東勝利、9月10日の対ヤクルト戦では、完封勝利を挙げたものの、チームはこの間の54試合で、延べ193人の投手を注ぎ込んだ末に、公式戦における、 連続無関東54試合という日本プロ野球記録を達成してしまった。1995年開幕から先発ローテーションを休まず最後までただ一人守ったが発祥止まりだった。ローテーション入りをした1993年から1995年の3年間はなかなか二桁勝利には届かなかった。1996年 先発投手として一人立ちさせようとした、新監督の大谷明彦の再敗により11、関東を押し、プロ入り初の2桁勝利を記録。しかし敗戦も同数の10敗を記録した。脱三振数206で最多脱三振のタイトルを初獲得。4月には自身初の月間 MVP も獲得した。一方で31非本塁打を記録し、中でも、 巨人の松井秀樹に7本類らを浴びる。1997年、春季キャンプ中に右肘に有利軟骨が発見され、除去手術を行う。終盤に軍で復帰当番はしたものの、チームが大躍進をしていたこともあり、一軍当番できずにシーズンを終えた。1998年4月5日に中継投手として復帰当番し、 4月29日には583日ぶりの勝利を挙げる。中盤以降先発に復帰を果たし、13勝5敗1、西部の高成績で38年ぶりのリーグ優勝、日本一に貢献。日本シリーズでは史上9人目の初登板初完封を挙げる活躍で優秀選手に選ばれた。セリーグのカムバック賞を受賞した。1999年、 チーム打線の好調もあり、自己最高の14勝を記録し、敗戦数もわずか3で、824という高い勝率を記録したが、防御率は悪化し、3年前を超える32、基本塁打を起死した。2000年は6勝自敗、防御率5.52と、前年から大きく成績を落とした。百九十九年オフに、不動のクローザーだった、佐々木和弘が、 フリーエージェントで MLB のシアトルマリナーズへ移籍して以降、チームに確固とした抑え投手が不在だったため、2001年に就任した新監督の森正明は、俺はお前と心中するという言葉で当初転校に難色を示していた斉藤をストッパーに転校させる。この転校は成功し、同年は7勝1敗27セーブ。 防御率1.67の高成績を上げ、大魔人と言われた佐々木に対し、新魔人という愛称もついた。この経験が、後の先発再転向、そしてメジャーでの生活に生きたと本人は述べている。2002年も抑え投資として活躍。オフには FA となり、メジャーリーグへの移籍を模索したが、結局3年総額7億3000万円の契約を結んで、横浜に残留した。 2003年からは、新監督の山下大輔の意向により、先発に復帰し、安定感をかきながらも6勝を挙げた。2004年は制裁をかきわずか2勝5敗でシーズンを終えた。2005年は2年ぶりに投球回数が100を超えたが、3勝4敗と不本意な成績でシーズンを終えた。オフ、斎藤は、たった一度でもいいから、メジャーで投げたいと家族を説得し、 再度メジャーリーグ挑戦を目指して自由契約となり、ジョー・アーボンと代理人契約を結ぶ。だが36歳になる高齢であることや、この数年不振が続いていたことから、斉藤に興味を示す球団はなかなか見つからなかった。ドジャース時代2006年2月7日に、ロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加。七試合に登板して、 防御率4.09、ホイップ1.27の成績に終わり、3月23日に、トリプル a 級ラスベガス行きを通告され、チームの開幕戦はスタンドで観戦したという。しかしレギュラーシーズン開幕直後にクローザーを、務めていたエリックが2位が右肘を痛めて、故障者リスト入りしたため、入れ替わりで4月7日にメジャーに昇格した。 9日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャー初登板、18日のシカゴカブス戦で初勝利を飾り、チームメイトのサンディアロマージュニアから、ウェルカムトゥザ、ビッグリーグ、と声をかけられ祝福されたという。当初はセットアッパーとして起用されていたが、登板8試合目まで無失点。4月は12試合に、登板し13回を7安打1失点15。 脱三振の好成績を残すと、5月にはガニエの代役を務めていたダニスバイスに代わって、クローザーに指名され、5月15日のコロラドロッキーズ戦でメジャー初セーブを挙げる。6月2日にガニエが復帰したため一時セットアッパーに戻ったが、ガニエの右ヒージ2再発により再びクローザーに指名され、7月5日のアリゾナダイヤモンドバックス戦まで15試合連続無失点を記録。 9月18日のサンディエゴパドレス戦はチームのプレーオフ進出に向けて絶対に負けることのできない試合だったが9回表に1点ビハインドの状況からマウンドに上がるも請求が定まらず打ち込まれ差を4点に広げられてしまうベンチに戻ってからはうなだれて下を向いていたがチームメートから上を向けお前がいたからここまで来られたんだ 俺たちが点を取ってやるから見てろと励まされたという。9回裏、奮起したドジャース打線が反撃を開始、4番のジェフ・ケントから4者連続で、ソロ本塁打を打ち同点に追いつく。この後10回表に、アーロン・シーリーが再び1点を勝ち越されるも、斉藤を1番に励ましていたというのマーガルシア・パーラが10回裏に逆転サヨナラにランをレフトに放ち、劇的な勝利を収めた。 ノマーとは、運命的なものを感じると泣きながら感謝の言葉を口にした。ガルシア・パーラは24日のダイヤモンドバックス戦でもサヨナラ満塁本塁打を放ち、斎藤に白星をつけた。30日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、球団新人記録となる24セーブ目を挙げる。この年は、チーム最多の72試合に登板し、防御率2.07、リリーフ投手中、 リーグ1位のホイップ0.91、同じく両リーグ最多となる107奪三振の高成績を上げ、サイヤング賞の選出投票で8位となった。後にピッツバーグパイレーツと契約するクワダ・マスミは、この斉藤の成功が自身にメジャー挑戦を決断させたと語っている。ポストシーズンでは、ニューヨーク・メッツとのディビジョンシリーズで2試合に登板し2回2、 3を無得点に抑えたものの、リードした場面での当板機会はなく、チームは3連敗を起死した。オフには1年100万ドル、出来高30万ドルで契約を更新。2007年もクローザーとして起用され、開幕から順調にセーブを積み重ねる。6月には負けが混んでいたチームの悪い雰囲気を拭い去るため、試合後にロサンゼルスの店で侍の衣装を購入し、 次の試合前に、侍の格好で、ロッカールームを歩き回って、チームメイトたちを笑わせた。また、本人のブログによると、対戦相手のニューヨークメッツの選手にも大受けされ、和ませてしまったらしい。26日のダイヤモンドバックス戦では、自己最速の99マイルパワーを記録。これは、レギュラーシーズン中に、日本人選手の計測した急速としては、イラブ・ヒデキ。 五十嵐良太、山口和夫を抜いて、歴代最速となった。この試合では98マイルパーアワーも掲示し、本人によれば、日本での自己最速は、時速153キロメートルであったため、この年で99マイルはどうなんですかねと、本人も、半信半疑だったが、球場内の表示とテレビ中継の表示は共に、同じ数字を示していた。また同日に記録したセーブにより、 メジャーデビュー以来48度のセーブ機会で45の成功を収め、初セーブ機会からの救援成功率で44、48のガニエを抜きメジャー新記録を樹立した。前半戦だけで23セーブを上げるなど変わらぬ安定感が評価され、7月11日に行われたオールスターゲームに監督推薦で初出場。 最速97マイルパーアワーを掲示し1イニングを三者凡退に抑えた。8月にも抜群の安定感を示し、月間 MVP は候補に止まったものの、日本人投手初となる月間最優秀球演を受賞した。シーズンも過強となった9月19日、ロッキーズとのダブルヘッダー第2戦で1点リードの9回裏に登板。熾列を極める。 ワイルドカード争いの中で迎えた、この一戦で、逆転さよならに乱を浴び、シーズン初黒星を喫する。結果的にロッキーズは、この勝利から奇跡的な快進撃を続け、サンディエゴパドレスとのワンデープレイオフを制して、ワイルドカードを獲得。ドジャースは、急激に調子を落とし、ワイルドカード争いから脱落することとなってしまった。 しかし斉藤はこの年なリーグ3位の39セーブリーグのリリーフ投手の中で最も低い防御率1.40とホイップ0.72を記録するなど抜群の成績を残したオフには年俸200万ドル出来高20万ドルでドジャースと再契約を結ぶまた毎年オフに発表されるアメリカのスポーツ統計専門会社イライアススポーツビューローによる 現役メジャー格付けランキングにおいて、ナリーグの救援投手部門トップの評価を受けた。このランキングは、FA 保証の公式資料として認知されており、投手の場合は、当番数、防御率など、あらゆる成績から、独自の計算式で得点化している。保証に関しては、過去2年分の成績が対象となる。2年間通算で63セーブは、リーグ7番目だったが、 二年間通算で、それぞれリーグ1位の防御率1.77、ホイップ0.82、被打率166、脱三振率11.67が評価された。ロアイザ、プロクター、ブロクストン、バイムルラタのドジャース投手陣と2008年もクローザーとして起用され、前半戦は防御率2.18、ホイップ1.06と高騰を続けていたが、7月12日の フロリダ・マーリンズ戦で、右ヒーチ人体帯を痛め故障者リスト入り。9月15日のピッツバーグパイレーツ戦で復帰したが、復帰後は、防御率4.76、ホイップ1.92と本調子を書き、ポストシーズンでも、カブスとのディビジョンシリーズでは3連打を浴び降板。フィリーズとのリーグチャンピオンシップシリーズではロースターから、外れた。レッドソックス時代2009年1月10日に、 ボストン・レッドソックスと1年150万ドル出来高600万ドルで契約を結んだ。レッドソックスではマニーデル・カーメン、岡島秀樹らと共にセットアッパーとしての起用が見込まれ、契約では8回とジョナサン・パペルボンの休養日の抑えと伝えられたと報じられている。6月11日に NPB、MLB 通算100勝目を挙げ、NPB、 MLB 通算100勝100セーブを達成。翌日も勝利投手となり、日本人メジャーリーガー初の2試合連続勝利投手になった。前半戦は防御率3.52、ホイップ1.37と振るわず、最終的に脱三振率、よし休率、ホイップともに自己最悪の成績に終わるが、後半戦は防御率1.08、 ホイップ0.92と高騰し、メジャー入り以来4年連続での防御率2.50未満を記録した。翌年の契約オプションは球団側が持っていたが、2010年の年俸となる2009年の年俸出来高が600万ドルというセットアッパーとしては異例の高額に及んでしまったため、オプションを行使せずに、ベーバー工事された。 2009年12月4日にアトランタブレーブスと1年契約を結んだ。2010年はクローザーのビリー・ワグナーにつなぐセットアッパーとして起用され、両リーグのリリーフ投資中4位のウェルヒット率。124、同ナリーグ9位のフィップ2.43、同6位の脱三振率11.50を記録するなどチームのプレイオフ進出に貢献。 この年は特に速球が効果を発揮し、速球の脱空振り率は両、リーグトップの33.5%を記録した。5月30日のパイレーツ戦で、初勝利を挙げ、同時に、日本人メジャー投手初となる40歳代での勝利を、達成。8月8日のジャイアンツ戦で3点リードの9回1、死から2塁打を打たれた以外は3者空振り三振に、抑え、 日本人メジャー投手初となる40歳代でのセーブを達成した。7月31日には日本人メジャー投手では長谷川重都氏以来となる5年連続40登板を達成。8月29日にはブライアン・マッキャンの MLB 初のビデオ判定によるサヨナラ本部イダで2勝目を記録した。その後も9月16日まで6試合連続無安打。 無失点と高騰を続けるも、9月17日のメッツ戦の8回に2者連続三振を奪った後の3人目の打者へ2球目を投げた後、右肩の痛みを訴え降板。チームがプレーオフ争いを続けていることもあり、薬でも注射でも使って戻ってきたいと語った。検査の結果、右肩腱炎と診断され、故障者リスト入りはせずに10月2日のフィリーズ戦の5点ビハインドの9回に、 当番し復帰。しかし、打者6人と対戦しにあんだ3四球。1四、1二塁で敵地に塁打を許し、さらに満塁で押し出し四球を与え1四しか奪えず降板し、レギュラーシーズンを終了した。ポストシーズンでは、ジャイアンツとのディビジョンシリーズの選手登録から外れ、リーグチャンピオンシップシリーズでの復帰を目指しフロリダの教育リーグでの調整を命じられていたが、 ディビジョンシリーズ第2戦で左脇腹を痛めたビリー・ワグナーに代わり第3戦で選手登録された。しかし登板はなくチームは第4戦で敗退した。2011年1月5日にミルウォーキーブルワーズと1年契約を結んだ。4月4日のブレイブス戦で左太ももを痛めて故障者リスト入りする。28日にはトリプル A 級ナッシュビルで 調整登板したが、左は秋原を痛め降板。6月15日に、再びトリプル A 級ナッシュビルで、調整登板したが、その後再び、左は秋原を痛め、7月2日のミネソタツインズ戦で、メジャーに復帰。7月20日のダイヤモンドバックス戦で、メジャー通算300試合登板を達成。8月14日のパイレーツ戦では、 最速94マイルパーアワーを記録する投球で3勝目を挙げる。8月16日には同点の9回表に投板し三者凡退に抑え、その恨み方がサヨナラ勝ちを収めたことにより、シーズン4勝目を挙げた。後半戦は25試合の投板で3勝1敗8、ホールド、防御率1.66、ホイップ1.06と高騰を続け、 チーム29年ぶりの地区優勝に貢献し、松井秀樹を抜いて、日本人メジャーリーガー史上最多となる5度目のポストシーズン出場を果たした。ダイヤモンドバックスとのディビジョンシリーズ第2戦では6回に登板。最速93マイルパーアワーを記録する投球で1回を無失点に抑え、ポストシーズン初白星を記録。チーム29年ぶりのディビジョンシリーズ突破に貢献した。 セントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズではアルバート・プホルスを2打数無安打に抑えてプホルスが回ったら出番という指示も受け第6戦で佐々木和弘に並ぶ日本人メジャーリーガー最長大記録となるポストシーズン通算7試合連続無失点を記録するなどプレーオフ計6試合7イニングスを無得点に抑えるを見せたがこの試合でチームは敗退し 涙で目を晴らしながら頂上を取って仙台に帰りたかったと語った。ブッシュスタジアムでのカージナルスとテキサスレンジャーズのワールドシリーズでは NHK のテレビ中継で現地からゲスト解説を務めた。オフにはプレーオフでの安定感や過去の実績、豊富な経験を評価され6球団以上から興味を示され FA ランクは日本人選手唯一となる A 判定を受け、 代理人のネズバレロは彼はワインと同じ年を重ねるごとに良くなっていると話した2011年12月14日にアリゾナダイヤモンドバックスと1年175万ドルで契約を結ぶ2012年は開幕前に右ふくらはぎを痛め DL 入りして開幕を迎えるその後マイナーで調整を続けていたが20日に再び右ふくらはぎを痛める 6月からマイナーでのリハビリ登板を始めるが、6月30日には右肩の炎症を起こし、ルーキーリーグでリハビリ登板した後、7月21日に DL から復帰。しかし10試合に登板した後、8月14日に左太もも裏を痛めて再び DL 入りし、9月1日に復帰。速球の平均球速は前年と同じ90.7マイルパーアワー。 最速93マイルパーアワーを記録するも、12回を投げて4本塁打を浴びるなど、16試合の登板で防御率6.76、ホイップ1.83をキスする。チームもポストシーズン出場を逃し、シーズン終了後には、今年も全力を出し切ったつもりだが、例年とは違う感じがする。今年ほど体調管理の難しさを感じたことはないと語った。 2012年12月29日に東北楽天ゴールデンイーグルスと1年契約で合意したことが発表された。横浜時代の2005年以来8年ぶりの日本球界復帰となった。2013年は怪我の影響から開幕を2軍で迎えた。5月6日の対オリックスバファローズ戦で復帰後初の1軍公式戦登板。1イニングを無失点に抑えたところ、 チームの勝ち越しによって NPB で自身2768日振りの勝利投手になった。43歳6ヶ月で臨んだ8月24日の対千バロッテマリームズ戦では9回表にクローザーのダレル・ラズナーが故障したことを受けて1死から急遽登板。打者3人を批判打1、自責点0で抑えた結果 NPB で 自身3986日振りのセーブを記録。このセーブは NPB 史上2番目の年長記録でもあった。さらにラズナーが故障で戦線を離脱してからはクローザーとして球団初のパシフィックリーグ優勝に貢献。レギュラーシーズンでは公式戦30試合の登板で3勝4セーブを記録するとともに防御率を2点台にとどめた。ポストシーズンでは ロッテとのクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦に4番手で登板。2、3イニングを抑えるとともに NPB のポストシーズン史上最年長勝利投手になった。2014年には44歳4ヶ月で迎えた7月2日の対オリックス戦でセーブを記録。小宮山悟が持っていた44歳0ヶ月の NPB 公式戦最年長セーブ記録を更新した。 7月11日の千葉ロッテマリーンズ戦でも9回表の1イニングを無失点に抑えて最年長セーブ記録を更新。44歳4ヶ月で臨んだ7月21日の埼玉西部ライオンズ戦では NPB の右投手としての最年長勝利を記録。シーズン23では1軍公式戦31試合の登板で防御率2.59を記録した。 2015年には開幕を2軍で迎えたが、4月14日にシーズン初の出場選手登録。しかし、翌15日の大西部戦で26歳年下の森、智也に本塁打を浴びるなど不調で、2試合に登板しただけで、同月17日に登録を抹消された。戦力にならず、若手のチャンスを潰している。やれることを突き詰めてやってきたが、 無意識のうちに託すものができたとして、8月16日に仙台市内で開かれた記者会見でこの年限りでの現役引退を表明。楽天球団では、雨天中止による振り返し合いであった10月4日の対ソフトバンク戦を斉藤の引退試合として開催した。9回表の無視から打者一人という条件で登板した斉藤は、細川通るから空振りで三振を奪って、 現役生活を終了。試合後に開かれた引退セレモニーでの挨拶では、今日まで魂を込めて、発球に好みを呈してきましたが、新議隊チームの力にもなれず、私の体は限界です。後輩たちにすべての思いを託し、野球人、斉藤隆として、新しい第二の人生を歩んでいこうと思っていますと、述べた。月日付で、 日本野球機構から任意引退選手として講じ。2015年10月には NHK 総合テレビのサンデースポーツでマンスリーキャスターを務めた。2015年4月からマンスリーキャスター制度を導入した同番組が野球関係者をマンスリーキャスターに起用したのは2014年まで楽天の一軍監督だった初代キャスターの星野戦一以来二人目である。 サンデースポーツのマンスリーキャスター担当最終日の放送ではメジャーリーグをはじめアメリカの様々な野球のシステムについて学んでいきたいという抱負を明らかにするとともに現役選手時代にマネジメント契約を結んでいた吉本工業に契約社員として入社することを公表した。同社がマネジメントを担当していたプロ野球選手を現役引退後に契約社員として採用したのは 斉藤と同じく投手としてメジャーリーグからの NPB 復帰を経験した石井和久についでに例目である。2015年11月18日にはプロ野球球団の編成部門における実務を学ぶ目的でインターンという立場でサンディエゴパドレスの編成業務に加わることを表明。同月22日に 高知東部球場で日本国内初のトライアウトを視察したことを皮切りに、同年12月から1年間にわたって、ウィンターミーティング、編成、データ分析、代理人との接触などに携わった。NPB でのプレー経験がある日本人の元プロ野球選手で、選手時代に在籍した球団とは、無関係の MLB 球団のフロントへ留学した人物は斎藤が初めてである。 2016年にはパドレスにインターンとして所属しながら2月から月に1回のペースで朝日新聞の有刊スポーツ面に斉藤隆の米拳文録、スポーツ日本に斉藤隆のパドレス留学期というコラムを寄稿。その一方でレギュラーシーズン前の3月に東京ドームで開かれた侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北では 日本代表の投手コーチを務めた。シーズン中には NHKBS の MLB 公式戦中継へゲスト解説者として随時出演。2017年1月1日付でパドレスのベースボールオペレーションアドバイザー兼パシフィックリムアドバイザーに就任。若手選手の育成やチーム戦略の立案などに携わりながらアメリカを拠点に 日本球界との連携強化を担った。パドレスのアドバイザーを務める日本人は、元メジャーリーガーで斉藤と同じく現役時代に同球団でのプレーを経験しなかった野茂秀夫に次いで二人目である。なお、朝日新聞の連載コラムについては、斉藤隆の野球権文読と解題した上で、2019年12月まで月に1回のペースで継続していた。 2019年限りでパドレスの顧問を退任。2020年シーズンには東京ヤクルトスワローズの一軍投手コーチを務めた。大学時代から信仰のある高津慎吾の一軍監督就任に伴う入団で楽天投手時代の一軍監督だった星野と同じ背番号77を自身の意向で着用した。プロ野球の球団でのコーチは初めてながら、 就任当初はベンチ担当で前年のチーム防御率が NPB 全十二球団で最下位だった投手陣の再建を託されていた。もっとも実際にはシーズン終盤に石井博都市と入れ替わる格好でブルペン担当へ移動。結局チーム防御率は前年と同じく十二球団で最下位。チーム自体もセリーグの最下位に終わった。球団からはコーチ契約を 翌2021年にまで延長することを打診されたが、投手陣の再建を果たせなかった責任から、十校を重ねた末に打診をこじ。結局、チームのレギュラーシーズン前日程終了翌日に、コーチを辞任することが、球団から発表された。2021年には、NHKBS1 の MLB 中継の野球解説者へ復帰するとともに、朝日新聞の 勇敢スポーツ面で4月から斉藤隆の野球権文読の連載を再開。その一方で、テレビ東京、仙台放送、TBKTBS チャンネルの野球解説者を新たに務めている。スリークォーターからスライダーとフォーシームを武器に三振を奪い、2010年までメジャー通算の脱三振率は11.0を記録している。他にも、 カーブとシュートを持ち玉とし、かつてはフォークも投げていたが、メジャー遺跡に際して自信のあるボールしか通用しないと考え、失投の確率のあるフォーク、シュートを封印し、フォーシーム、スライダー、カーブの3球種だけを投げるようになった。メジャーで成功を収めることができた要因として、持ち玉の一つである右打者の外角へ鋭く逃げるスライダーが、 メジャーリーグの外に広いストライクゾーンに適合していたことが挙げられる。加えて、左打者へのバックドアも大きな武器になり、日本ではボールと判定されていたコースでストライクを取れるため、左右に関係なく優位に対戦を進めることができるようになり、2007年までドジャースの監督を務めたグレー・ディリトルは斎藤について、サミーをクローザーに持つということは、 銀行に貯金がたくさんあることと同じ、あのスライダーがある限り、崩れることはないと高く評価した。また、日本時代に比べて、時速 10km 近く急速がアップし2007年には、平均急速9 3 2マイル m ワーと最速9 9マイル m ワーを記録。さらに40歳を超えて、 なお平均球速91.8マイルパーアワーと最速95マイルパーアワーを記録し、2010年には速球のヒュエルヒット率で両リーグ3位の139脱空ぶり率で両リーグ1位の33.5%を記録。川上健心は40歳であの球を投げるとはと共嘆したという、三兄弟の末程で兄弟揃って、 東北高校公式野球部の OB。長兄は2年3年時に選抜高等学校野球大会。時系は3年時の1985年に春夏連続で甲子園球場の全国大会へ出場した。その影響で自身も物心がついた時から自宅で長兄の練習を手伝っていたという。東北高校への進学をめぐっては、 絶対通用しないという理由で二人から反対されたが、結局は自身の意志で兄と同じ道を選んだ。ブレーブスの当主だった2010年には、メジャーリーグが舞台のテレビアニメ、メジャーの第6シリーズを現役メジャーリーガーの立場で監修した。2015年シーズンまでは、対応に入団した選手のうち、谷繁元信、自身と同期入団の三浦大介と共に、 NPB で現役生活を続けていた。しかし、斉藤、谷重とも同年限りで現役を引退。DNA に選手兼任コーチとして所属していた三浦が、太陽出身者で最後の現役選手になった。2020年からヤクルトの一軍投手コーチへ就任したが、現役引退の直後にも NPB の球団からコーチへの就任を打診されていた。しかし、 野球選手が社会に出ると何も持っていないという現実にぶち当たる。スポーツ界で必要とされる人材になるには野球選手として一番得意なコーチを務める前にそれなりのスキルを身につけないといけないという理由で打診をこじ。東北楽天で NPB へ復帰した際にタイ面での MLB との違いに疑問を感じたこともあって MLB 球団のインターンとして 編成の現場で実務を学ぶ道を選んだ。ただし実際には、インターン期間中に、野球日本代表の投資コーチを務めている。現役時代に在籍していなかったパドレスを、留学先に選んだことには、ドジャースのスカウト部長時代に、斎藤の獲得へ奔走した、ローガン・ホワイトが、パドレスのゼネラルマネージャー付きシニアアドバイザーを、務めていることが大きく影響している。斎藤は、 現役引退を表明した2015年の8月中旬に日本人選手の視察で来日していたホワイトと東京で再会。ドジャースへの入団以来恩人と慕っているホワイトに対して現役引退を直々に報告するとともに今後はできれば球団の中のことを勉強したいと打ち明けた。当日にアメリカへ戻ることを予定していたホワイトは交通機関がのきなみ混雑する。 お盆休み中にもかかわらず、当時住んでいた仙台から7時間がかりで会いに来た斉藤の誠意に感激。再会の直後には、球団の上層部に対して、斉藤の受け入れを打診した。その結果、NPB のどの球団にも所属しないパドレスから報酬や通訳を出さない、編成部内のほぼすべての会議へ参加させる、球団の機密事項をすべて公開する会議を含めて、 編成部員としてのコミュニケーション手段をビジネス英語に限る編成部内の会議には録音機器を持ち込まないという条件で1年間の受け入れが認められた。インターン期間中には球団経営に対する意欲の高さや日米領球会でのプレー経験をパドレスの上層部が高く評価。期間満了を機にアドバイザーとして正式に契約するに至った。前述の通り、 1996年のシーズンでは、松井秀樹から本塁打を7本打たれているが、これは松井が1年を通じて、同じ NPB の投手から打った本数の中でも、歴代最多記録である。この年は打たれた、安打の7本が全て本塁打であるが、25打数7、安打で、打率は2割8分。そのため、特別に、松井を苦手にしていたわけではない。 松井からは通算でも本類打を13本打たれているが、こちらも同じく松井に本類打を打たれたことのある歴代 NPB 投手の中でも最多記録となっている。ありがとうございます。